海江田信義、海江田信義、海江田信義、天保三年2月11日、1832年3月13日、明治39年、1906年10月27日は、日本の武士、薩摩藩士、政治家。通称は竹寺。幕末期は、有村春斎の名で活動。画後は、木星、生山、小松。天保三年、 1832年、薩摩藩士、有村二代門建前の次男として生まれた、陽名は、太郎熊。11歳の時、島津成沖の茶道に出資して、茶坊主となり、春祭と称した。はじめ東郷寂明に次元流剣術を学び、ついで、薬丸家名義に薬丸寺剣流剣術を学んだ。薬丸寺剣流の伝承では、 道場破りに来た者の,の大山綱吉に破れて入門したとなっているが、春斎は当時わずか十五歳であり、史実かどうかは不明。海英二年、1849年、薩摩藩の内紛、おゆら騒動に巻き込まれた、有村府市は一時藩を終わり家は貧困の極みに陥るが、海英四年、1851年、新藩主、島津成明によって藩に復帰。 この時都市祭は、西郷吉之助、後西郷隆盛、大久保昌介、後大久保利道、伊地知流上門、後伊地知正春、最初紀三左衛門、後最初厚氏、吉井二左衛門、後吉井友美長沼加平、創生らと、禁止録を臨読する会、いわゆる、聖中組を、結成、幕政改革や日本の近代化を考えるようになった。五年。 1852年、河山三円のち河山助行と共に、江戸判邸に勤め、多くの勤労家と知り合う。尊能の志高く、江戸では、小石川の水戸判邸に出入りし、水戸の領伝として名高い、藤田東子、戸田正太夫に支持し、尊能論を学んだ。特に藤田には目をかけられ和漢の書に親しむ傍ら、西号を藤田に引き合わせている。大老。 伊伊直介による安政の大国が始まると、春祭も、尊能の志士と見なされて終われ、安政五年、1858年、西後と共に、僧侶、月賞を保護して帰国。その後、大久保利道ら在藩の、政中組、隠し、脱藩、突出して、関白、九条久忠、京都諸次第、坂井忠義を暗殺することを計画するも、藩に知られるところとなり、藩主。 島津茂久、貢献役、島津久光から、彼らを、聖中の死と認めた上で、警挙モードをいめる新書を受けたことにより、突出は中止となり、以降、反省に従うこととなる。ただ、上位派に対する異部は、すべての藩士に行き渡らず、万円元年、1860年、算定有村寺左衛門のが、井伊直介を、桜田門外にて、三とろうと共に襲撃。 桜田門外の変自陣、また、三戸郎氏と行動を共にしていた自定の雄介は、幕府に遠慮した藩の意向で、鹿児島にて、母、大久保利道ら成中組の面々の立ち合いの下、自害している。文久元年、1861年12月、草壁伊送時、安政の大国で捕獲され国史の次女、松尾めとり、 同時に、婿養子となって、海江田竹継ぐ審議と改名、海江田は、草壁の旧姓。草壁家の後を継ぐ、予定の弟、有村寺左衛門のの後後そのぎりで、草壁家を継ぐことになった。ただし、しばしば以後も、有村春斎の名も使った。文久二年、1862年、島津久光に従って、護衛の一人として上落したが、その道中で知った。 西郷の京都での同静を久光に伝えて激怒させてしまい、心ならずも西号を失脚させる原因を作った。寺田屋事件では奈良原茂と共に有馬新七羅藩士の説得を命じられるが失敗。神武氏には加わっていない。さらに久光の帰路にも同行し、8月21日、1862年9月14日。 モム麦事件において、久光の行列を遮って切られ、禁止となっていた、イギリス人、チャールス・リチャードソンに止めを刺した。母親戦争では、東海道戦法総督参謀となる。江戸城明け私には新政府軍代表として、西郷を補佐し、勝海舟らと交渉するなど活躍するが、長州藩の大村松次郎とは、元より正確な不一致もあることながら意見が合わず、 宇都宮の政府軍の省内転戦、江戸城内の宝物の勝利、上野戦争における対将棋対策戦などをめぐって、ことごとく対立し、海江田は、周囲の人間に、殺してやりたいなどというなど憎悪をしていた。明治2年、1869年の牧村、正直宛の木戸高義の書簡では、海江田のごとき、表裏のこと申し来た利口につきと、名指しで危険物として注意されていた。 海江田が京都にて壇上台中の館についていた際に大村殺害犯、熊代直虎などの老人たちと付き合いがあったことは自身の談話録にも記している。さらに大村殺害犯の処刑に際して壇上台から監視役として派遣された海江田は直前で刑の執行を差し止めたため政府の取り調べを受け禁止処分となった淡田口止め刑始末。以上の経緯から 海江田が彼らを先導してかねてから悪をしていた、大村を殺した、と噂された。海江田自身は、権威を心配する大久保への返事に、大村の来京の事実を知らず、その風文は、自身を罪に落とすものであると否定している。ちなみに、海江田はこの事件が原因で、長州出身者の反発を受け、家族制度志行の際に白尺になれず、死尺になったとも言われている。 明治三年1870年8月、大久保の尽力により、官職に復帰、廃藩地検に先立って、県となっていた奈良県知事に任命。同時に、1五位に助せられるが、明治四年1871年の廃藩地検で、解任される。海江田が、業務の多さを解消するために県庁を、手狭なキ部ーブ業所から、幸福寺境大の一条院に移転した際、 民部省の承認を経なかったのが原因とされる。薩摩に帰り陰遁するつもりであったが、島津久光の目に留まり、新政府に不満を持つ久光と新政府の朝廷役となる。このことが評価されて、明治5年、1872年、再院四等議官として、再度関東に着く。明治6年、1873年直視とともに、鹿児島へ下り、 久光を解いて状況せしめる。明治八年、1875年、サインの廃止により、雇用滞在を命じられるが、鹿児島に帰りほどなく病む。明治十年の西南戦争での最後を高森の死。明治十一年の大久保利道の暗殺と悲しみを悼んだ後、明治十四年、1881年に、元老院議官となる。明治二十年、 ヨーロッパのウィーンに留学した後、明治23年には、貴族院議員、明治24年には、数密顧問官となり、明治28年、君一等随法省。明治35年、1902年、君一等局実大受賞の後、明治39年、1906年10月27日に75歳で、死去。造成2位。墓所は、青山霊園。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。